一口でうわー。気づいた君はこれからのタンギングを支えるちびっこタンギングとして。90円は破格やね。やばやば。あ、ほんでこの焼酎のバージョンもあるから。ほんまや。宮崎焼酎使ったハイボールと普通のブラックリッター。ちょっと煽るか一杯。煽る。飲むやろ酒いつも。酒飲むやろ。うん。俺飲んだことない。もう酒はというのは。煽ったことある。うわぁ、なんで自分出そうとするのそれ。飲むでええよ。人と違うんてかっこいいやん。ダサダサッその発想ダサ。もうその時点でもうオリジナリティあんまないで。もう人と違うんかっこいいのもっと言っていいよ。今こういう感じ。まだ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 全然そんなんで折れへん。強い酒煽って。煽りながらごめんなさい。じゃあ入店するか。入店そこ別に普通やん。なんかない自分なりの入り方。オリジナルの。なんでもそんなオリジナルのポンポン出ると思うなよ。うまっ。何やねんこいつマジ。おう。はいはいはい。うん、宮崎城市がこれマキシマムポテトな。これ、ご当地調味料。これ気になるな、確かに。ごまカンパチめっちゃうまいぞ。あ、わかるわかる。ごまカンパチが来たよ。ごまと醤油のタレを絡めた九州の郷土料理。うまい、うまい。うまい、より漬けの感じね。マキシマブラックペッパーなどが効いた意外にもあっさり風味。一見何も変わらない。あれ？何？そこに何？あ、何？ニンニク？確かにちょっと味が、うん、ね、してくる。わかりかねます。うわ、かねた？うん。かねた？ちょっと。分かりかねるね、俺は。分かりかねる。うわ、かかってんねん、ほら、確率に。なんか塩っぽいのは。なんかそういう、はい。思ったより薄味。でも美味しい。なんやろ、うん、あんまり分からんけど。いや、俺たちが押し付けがましいにマキシマムズを描きすぎて、ガッてくると思ってたもんな。だってマキシマムズって言ってたもん。マーッスだよ。いや、ほんまに。たわけんな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 っていう言葉ある？ほたえんな、お前。ほたえんな。何やさ、ほたえんな。ほたえんな。ほたえんな、たわけんな。何やこの邪魔なもんは。邪魔なもんは。邪魔なもんは。こうなると。こうそこうなると。こうしたら。ヒロが長尾先生の味を。ハイネックみたいな何かしてて。はぁ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 。中学の時？そう。あの学ランの中に。うん。だから何やこの邪魔なもんは。邪魔なもん。何やお前さらすぞ。うわ。もう無駄なゴティア。中学の社会科の先生。そう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 。180グラス。平和公園みたいに行った長崎の。加藤がゴティの横におってんけど、加藤がゴティ胸やったわ。あぁ。ゴティが鳩胸じゃない。鳩がゴティ胸。なんやったら鳩がちょっと後藤先生意識してたから。これ胸すぎてほんまに。あれでもなんであのポージングやったの。あれポージングやろ。だってもう普通じゃなかったもん。ちょっと逃げるよ。宮崎といえばですよね。めっちゃ繋がってるわ。どうしよう。ええやん、見ていけば。取っちゃったよ。ほわほわに焼かれた鶏ももは柚子胡椒をつけるとよりグー。柚子胡椒と柚子胡椒。これやな、柚子胡椒。あ、されてる。やばなーって。
夜中行ってそんなにすぐなくなった。うまいな。けどほんま多いよな、あれは。確かに。たっぷりじゃない？たっぷり。顔顔。なんでその顔なの？先端飲みすんなんだから。あのね、飲むときにタンニングって覚えてる？タンニング、うん。あ、何そのあの、ヒーローかな？ヒーローであるやん。ソーダ開くときにプー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 って、そうやって飲んでるから。タンニング飲み。こう切るやつが音を。そうそうそう。ほらほらこう。区切らんでええや、飲むときは。これはっきり言います。2023年タンニング飲み流行ります。ほんまに言うて？はっきりと。あれ？ふっとしてタンニング食いしてない気づいた君はおうもうタンニング分からん俺がトゥーな、うん、俺がもうトゥー、そう、もう気づいた君はこれからのタンニングを支えるちびっこタンニングとしてちびっこタンニング、自分なりのタンニング見つけながらタンニングを呼吸をさせて、ええわええわ、いいですわ、もう意味わからん、何それ、うん、ちょっと待って、はい、うなずきタンニング、うん、うなずきだから今ので気づいた気がシルバータンニング会員としてあがったやないの、月額無料でさまざまな世界のタンニングを見ることができる。いやるなその時って。何やねんそれ。そうそうそう。ちなみにゴールドタンニングはどうなの？ゴールドタンニングは本当に簡単。なんかシルバーがさまざまな国のタンニングを無料で見れるんや。うん、そうそうそう。ゴールドタンニングはここまで来たらやっと自分で初めて、うん、あのタンニングについて世の中に発信できる立場、師範みたいな、そう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 、やっと教える側に、あ、教える側の、ね、ああなるほど、インストラクターじゃないよ、ゴールドタンニングはもうシルバーのブロンズとか、あ、そう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 、いろんなそこまで、あとちびっこタンニングの育成までは可能あ、そうそうそうで、俺はもう一番あれやもう一番上、ゴールドの上、うん、あるの、何それ、タンギングタンギング2回言ったよ、そう、回思想であれそいつがタンギングという状態そいつのやることな、神や神、そう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 、そいつのやることに一切タンギングじゃないことがないそいつの存在やること全てがタンギングなんだそこの画面越しの君もいつかタンギングタンギングになると信じて一緒にタンギろうぜ、増えるか布教でけへんで、そんなんでタンギングは、タンギングは布教でけへん、そんなの